お疲れ様。お察しチャンネルです。今回は、カルマさんへのメッセージです。皆様、カルマくんのメッセージやコメントありがとうございました。抜粋できなかった方はすいません。気になる18日ですけど、今日はそれぞれカルマさんへの愛の追悼をしましょう。そんな感じですが、良くも悪くもお察しください。また何かありましたらこちらの動画にしますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。